皆さんこんにちは。日活研究所の渡辺です。今日はこれから皆さんにダニとアレルギー問題についてお話しいたします。の中でチリダニはどんな場所に多いでしょうか。チリダニの主な食べ物は人の垢、フケです。人間は1日の生活の3分の1の時間、約 8時間寝ていますので、チリダニの多い場所は寝室で、ベッド、布団、枕などです。特に寝具類は人間の体温で定期的に温められ、汗やが出ますので、チリの公的な生活場所です。寝室は冬季に暖房や改築によってチリダニの公的な生息場所になっています。つまりダニの餌となる物質が多く、適度な温度湿度があり、ダニが潜りやすいことができるような、潜り込むことができるようなところ、行動物のところにダニが多い傾向が見られます。